中華そば青葉中野本店中華そば青葉は1996年に創業した東京都中野区中野に本店を構えるラーメン及びつけ麺のチェーン店である青葉系ラーメンの火付け役でもある1996年創業魚系和風スープと動物系スープから油を分離したものを合わせた醤油味のスープを使用したラーメンを提供している 1996年の創業後は勢力を伸ばし、中野周辺の山の手地区を中心に、のれん分けを進め、首都圏で19カ所の支店を構えるまでに成長した。さらに、その存在は顧客のみならず、多くのラーメン店に大きな影響を与え、数多くの青葉インスパイア系ラーメン店が登場した。老舗となった2013年にも、テレビ朝日のお願い。 ランキングゴールドに適画された第一回ラーメン、総選挙ラーメン部門で1位を獲得したほか、2009年には、のれんわけした、飯田橋店が、ムックボンの、ラーメンウォーカー2009東京、埼玉版の沿線別ランキングで、総武線の3位にランクインした。2014年には、ミシュランガイド東京2015の、ビブグルマン部門に掲載された。 東京ラーメンと九州ラーメンをブレンドしたダブルスープを使用することで独特な味を実現している。東京ラーメンの淡クだが風味の強い和風だしと九州ラーメンの匂いや脂が強すぎるが濃厚なコクのあるスープ、それぞれの長所を引き立てるため九州ラーメンの豚骨、鶏ガラなどの動物系スープから油を取り除き東京ラーメンの濃い、鰹節、鯖節、 煮干しといった魚系の和風スープを合わせている。また、豚骨、鶏ガラを多く使用するため、一般のラーメンの約3倍のゼラチン質が含まれ、油分や塩分を控えながらも濃厚な味わいの元となっている。塩分は一般のラーメンの約3分の2しか含まれていないとされる。うどんと中華麺の良さを合わせるために、自主開発しており、小麦の風味を生かすために、 作りたてのものを使用している。中華そばの画像メニューは以下の4種類のみである。産陽食品からコラボカップ麺が何度か製品化されている。ありがとうございます。